はい、おはようございます。聞こえてますでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。離散最適書き揃うと14回目、最終回の授業になります。この数回はアルゴリズムの話をしてまして、まあ、今日もアルゴリズムの話になります。ただですね、前回ちょっと残ってる、まあ、ちょっとというか、前回残ってる部分があるので、そこからやっていきたいと思います。で、一応、まあ、どういう話をしていたかというと、これですね、H 彩色という問題があって、この G から H への順当計算のことを H 彩色と呼んでいるんですけども、これを、があるかどうかということを判定したいという話をしていました。で、それでですね、前回やっていたことなんですけども、これですね、この個性合成検査アルゴリズムで H 彩色問題が解けるのはいつなのか、という話をしてました。で、まあ、今日の話においては、この個性合成検査アルゴリズムってのは何なのかってことは、まあ、特に知らなくてよいというか、わかんなくてよいので、特にそれは説明しないことにします。で、ここに書いてある定理を証明している途中だったんですね。で、それが何だったかというと、この次の4つは同値ですという定理でした。で、それは、H は奇想対性を持つ。あ、これ後で、もう一度復習します。で、pH が、から H、え、順当計作動が存在する。この pH も後で復習します。で、3番先ほど言った個性合成検査アルゴリズムによって H 彩色問題が解けるということです。で、4番目。これが複雑な条件で、任意の期の向き付け t に対して t から g に順当計作動があるならば t から h にも順当計作動がある。ということが成り立つならば、この g から h にも順当計作動があるということです。で、この4つが同値であるということをどう証明するのかっていうことだったんですけども、2と3はですね、が同値であるということは、まあ、前々回証明してましたので、これは使うと。で、前回ですね、ちょっと、これが長い部分で難しい部分だったんですけども、3から1の部分、これを証明しました。で、あと残っているのは1から4というところと4から2ということになります。はい。で、1はですね、で、この1から4をまず証明していこうと思います。はい、よろしいでしょうか。これやっていこうと思います。はい。で、そうするとですね、この、まあ、1に言ってる、この奇想対性何だったかということをちょっと、復習しながらやるっていうんですけども、じゃあ、まあ、1をじゃこれ、1から4を証明するためには1を仮定するわけです。で、1っていうのはこれ奇想対性を持つとですね、で、それ仮定するんですけども、それはどういう、定義だったかっていうと、ここに書いてあることが、その H が奇想対性を持つことの定義です。で、何だったかというと、奇の向き付けの集合 T で、次を満たすものが存在すると。で、奇の向き付けって何だったかっていうと、まあ、奇っていうのは連結であって並路を含まないようなグラフ、向こうグラフのことだったんですけども、向き付けっていうのは、その、今ここに書いてある、向こうグラフの辺を、まあ、その、どちらかの向きに、矢印とすると、ことするというのが向き付けでした。で、これが奇の向き付けですね。で、このような、その奇の向き付けがたくさんあるんですよ。この集合ですからね。その花文字 T が次の条件を満たすと。で、何かというと、G から H に順当計算がないということと、この花文字 T に含まれているある奇の向き付け T に対して、T から G に、順当計算が存在すると言ってる。これが同値であるというのが、奇想対性を持つことの定義でした。ですね。奇想対性というのは、G から H に順当計がないということを、G に向かってある順当計が存在することによって保証するという、そういう概念だった。で、これを仮定します。で、まあ、この条件のことを今、星と書くことにしましょう。はい。で、それでですね。今ですね。何を証明するかっていうと、今、これ1は仮定してるわけです。1は仮定してます。はい。あ、1は仮定してます。で、4を証明したいんですけど、4もですね、この矢印付きで、この仮定があって、その仮定からこちらに導くって形になってるので、ですけども、これをですね、4を直接証明するんじゃなくて、4の対偶を証明しようと思います。4の対偶ってことは、この4における矢印の右側ですね、これを否定します。だから G から H に順当結合ないとします。で、その時にこの矢印の左側の否定を証明するわけです。で、この矢印の左側のこの否定はどういうふうに書けるかというと、それ書いてみると、これ否定するとどうなるかっていうと、否定は何かっていうと、任意の向き付け t に対してっていう部分は、これある向き付けなんですね。ある奇の向き付け。t に対して、
ここに書いてあることは成り立たないです。t から g に順動形があるならば、t から h に順動形があるということは成り立たないということを言っているので、これ何かって、つまり何かというと、t から g に順動形があるのにもかかわらず、t から h には順動形がないということになるわけです。だから、ここに書いてあるのはこの否定を証明します。この g から h に、順応ないと仮定して、この否定を証明します。で、そのためにはどうすればいいかっていうと、このある t の、あ、ある t の見つけ t っていうのを、この見つけてあげる必要がある、必要があるわけですね。で、そのために、この星の仮定を使います。で、そうすると、この星の仮定から、今ですね、この g から h に順応ないというふうに仮定しているわけなので、この星のですね、左側の条件が満たされているわけです。ということは、この同値性から右側の条件も満たされることになります。つまり、ある t、ここではこの t チルダーとしますけども、ある、t チルダーに対して、その t チルダーから g に向かって順動結合が存在すると。そのような t チルダーという機能の気づきが存在するということになります。いいですか？これ、この部分に書いてあるんですね。で、そうすると、何がわかるかっていうと、今ですね、今何が言いたいかっていうと、これは何を言ってるんだろうな。あ、そうか。で、今その、今この星が成り立ってるんです。星が成り立ってるんですね。で、そうすると、今、星が成り立っているので、H を見てみましょうと。そうすると、H から H に順の動作があるっていうのは、これは、すでに、示している、性質ですね。いわゆる、反射性という性質。矢印反射性があるんです。で、そうすると、この G を H だと思って、この星という、性質を使いましょうと。なんか、間違ってる気がするな。間違ってる気がするんだけど、大丈夫かな？H から H には順度結合があるので、この星をこう書いてみると、H から H に、あ、いいか。H から H に順度結合が存在、だから、存在する。あ、合ってる。存在するって言ってるんで、この星のですね、この同値性の、左側と右側を両方とも否定すると、どういう同値性がいるのかというと、任意の、合ってる。任意のこの花文字 t に入っている t に対して、 t から h には順動結合がないということが言えるわけです。この今、この g を h だと思ったんですね。で、その、両側を否定したものに書いてます。いいですか？で、そうすると、今この任意の t に対して t から h には順動結合が存在しないと言ってるんだから、この、花文字 t に入っている要素として、特にこの t チルダを取ってきても、 t チルダから h に向かって順路結合がないわけです。いいですか？ということは、何を言えたかというと、この t チルダという機能の気づきを取ってくると、 g に向かって順路結合はあるけども、 h に向かって順路結合はないということになるわけです。つまり、そのような向き付けに対して、 g には順路結合があるけども、 h には順路結合がないと言っているこの否定が導かれたということになります。これで証明が終わるわけです。よろしいでしょうか？いいですか？で、これで1から4の証明が終わったということになります。はい。で、今1から4の証明が終わったので、あとはこの4から2をやりましょうということになります。で、そうすると、今4っていうのはここに書いてある条件で、2の中にはこの pH というべきグラフですね。これが出てくるので、これはまた証明しながらどういうものだったかということを復習していこうと思います。はい。では4から2の証明をしようと思います。で、これが4で、これ2ですね。ただ、まず4を仮定します。4の仮定はややこしいんですけども、これを4を仮定して、何を証明するかっていうと、これ pH っていうのはある、これグラフなんですけども、次を証明すれば十分です。次を証明すれば十分です。で、その次っていうのは何かっていうと、これですね。任意の気の向き付け t に対して、 t から pH に順動係数があるんだったら、 t から h でも順動係数がありますよ。これを証明すれば、この2が得られます。この4を仮定してるから。
で、なんでかというと、今ですね、読みにおいては、まあ、この G っていうのは、なんでもいいグラフなわけです。なので、この G を今この PH だと思いましょう。で、そうすると何が、この4番がどういうふうに書けるのかというと、この G を PH だと思うと、ここが PH になって、ここが PH になるんです。ですか？ちょっとここが PH になるんです。で、そうするとですね、今、この、ピンクで囲った部分。これは何になるかっていうと、この4番の、この矢印の左側のこの、前提の部分と同じになるわけです。全く見た目が同じです。いいですか？だから、このピンクで囲った部分を証明できると、この4番の仮定、前提が満たされることになるので、4番を仮定しているがために、この前提が成り立てば、この結論も導かれます。正しいとわかります。で、この結論の部分は、これ取りも直さず、この2番と同じ形をしているわけです。つまり、このピンクの部分が証明できれば、4番から、この4番の結論部分、つまり2番が得られるということになるわけです。ということで、このピンクの部分、これを証明しましょうということになります。つまり、そのためにはどうすればいいかっていうと、まあ、任意の木の幹づけ持ってきます。T って持ってきます。で、この T は PH に向かって、順動化作像を持っていると。T から PH の順動化作像が、存在数を仮定します。で、その順動化作像を使って、T から H にも順動化作像があるんだってことを言うということをします。つまり、これですね。この今、T から PH への順動化作像を F としたときに、そこから T から H への順動化作像を G を構成できればいいということになるわけです。で、これを今からやっていきます。流れはいいでしょうか？いいですか？で、そうするとですね、この構成をやるんですけど、つまり、これはだから、この F を与えたときに、この G を作るっていうアルゴリズムを与えればいいわけです。ですね、皆さん、証明するっていうのは非常に難しいことだと思われてるかもしれませんけども、まあ実際難しいんですけど、大体ですね、証明っていうのはですね、アルゴリズムなんです。まあ、こういうこと言うとまた怒られるかもしれませんけども、まあこれは半分嘘で半分本当なので、まあいいと思うんですけども、まあここでは特にこれ構成すればいいって言ってるわけだから、まあ、その構成するアルゴリズムを与えているわけです。で、だから今からアルゴリズムを説明するんですけども、いきなりアルゴリズムを書いてもわかんないので、例でやってみようと思います。で、その例の中で、この pH が何だったかってことを復習しましょう。はい。で、これが例ですね。ですね、今これ h というグラフがあります。これは有効グラフですね。で、ここに ph というのがあります。で、ph 何だったかっていうと、これべきグラフだったんですね。で、どういうふうに定義をしたかというと、頂点は、h の、低な頂点部分集合が来てなかった。頂点部分集合ですね。だからここには、今 H に4つ頂点があるので、4つ頂点があるので、これ2の4乗引く1ですね。だから15個頂点があります。で、例えば今、この BCD で書いてあるのは、本来は BCD という集合として書くべきものをちょっと大きくして書いてると思ってください。はい。で、だからこの D っていうのは、これ D だけからなる集合ですね。だと思ってください。っていう風な書き方です。で、辺は、いつあるかっていうと、辺というかこれは、有効グラフですが、これは個と呼ぶべきですね。だから例えば、XY が個であるってのはどういう時かっていうと、X は、もう Y もこの H の頂点部分集合で低なものなわけです。だからこの中には、まあ、頂点が、まあ、いくつが入っていると。まあ、こんな感じになっていると思っています。だから、この AX、今、ラージ X の方が、要素数が3の集合で、Y の方は要素数が2の集合だというふうに思うわけですね。思っているわけです。まあ、そういう例を書いています。で、そうするとですね、今、この X の中の、この一個一個の要素、Y の中の一個一個の要素っていうのは、この H の頂点になっているわけです。で、何を見るかっていうと、この、H において、この X に入っている頂点と Y に入っている頂点の間に、個があるかないかってことを見ます。で、X に入っている頂点から Y のに入っている頂点に個があるんだったら、その個を今ここに書きましょう。こんな感じで。こんな感じであります。で、何が成り立っていてほしいかっていうと、X の
頂点の方を見たときに、X の頂点からは必ずその Y の方に向かって一つは子が出ている。で、Y の方を見ると、Y の方には、どの頂点にも必ず一つは入ってくる子がある。で、この条件が二つとも満たされているときに、この、べきグラフにおいては、X から Y に向かって子をつけましょう、ということをします。で、例えばですね、この今の上の例においてはどういうことになっているかっていうと、例えばですね、ここに、どうしようかな。いい例がある。じゃあこの AC と BCD を見ましょう。ちょっとお書きしまして、AC と BCD を見ましょう。で、こちら側、じゃあ、X で、これが今 AC ですね。AC。これ A に見えないですけども、A です。AC で、で、Y の方が、BCD であると。で、このグラフ見ましょうと。で、そうすると、じゃあ A から出ている子で、この BCD に向かっているのがありますかって、これ全部に向かってるんですね。全部向かってるんで、A からは BCD に向かっているのがある。で、C から出ているのは何でしょうと。C から出ているのは D に出ているので、ここにこういう。こんな感じになってで、そうすると先ほど言った通り、A からは必ず一つは出ている。C からも必ず一つ出ている。だから X の頂点を見ると、そこから必ず一つは出ている。Y に向かって出る。で、Y の方を見ると、B に入ってくるものある、C に入ってくるものある、D に入ってくるものあるって形になってるんで、この Y のどの頂点見ても必ず一つはこが X から入ってきてる。という形になるので、この X から Y に向かって、このグラフ、べきグラフにおいては子があるということになります。で、実際ここでは AC から BCD に向かって子があるという形になってるわけです。これが、定義の、復習になりますけれども、これは思い出せましたか？いいですか？よろしいですか？これが、べきグラフの定義でした。はい。で、それでですね、ちょっとじゃあこの書いたものを今消すんですけどもいいですかね。消しますね。なんか書いたものをすぐ消すっていうのはあまりよろしくないんですけども、ちょっと場所がないんで消しちゃいますね。はい。で、それでですね、今ここに t っていうのがあります。で、これはですね、木の向き付けです。木の向き付けです。で、これが実際ですね、この p から ph に向かって、t から ph に向かって、順度結合があるように作ってます。あるように作ってます。でですね、今から何をしたかっていうと、この順動形、今これ F なんですけども、この順動形 F として、この順動形を見て、T から H に順動形を作りたい。これ G ですね。これを作りたい。これをやっていきます。で、この例でやっていくんですけども、どうするか。今ですね、この T の方ですね、T の向き付け、T の T はですね、なんかこのなんか下から上になんか、順番があるような形、順番というかですね、だからレベルがあるように、意識して書いてます。で、これはですね、いわゆるこの熱キーだと思ってるんですね。熱キーだと思ってるっていうふうに言うと、ちょっとこれ語弊があるかもしれないけども、熱キーだと思ってる。だから何かっていうと、まあ、これは一番上にある頂点っていうのがあって、その上にある頂点の下にあるレベルの頂点、そのまた下にあるレベルの頂点、こんな感じで、なんかこうレベル分けされてるようなイメージを持ってます。で、レベル分けされてるので、親子関係っていうのがあるかと思います。まあ、こういうのをですね、親子関係とかって言っていいかとかっていうのはですね、今後多分、ポリティカルコレクトネスとかで、文脈で問題が出てくる可能性がありますので、それは気にせずに言いますが、親子関係。で、どういうことかっていうと、上にあるものほど、年代が上であるというふうに思うんです。だから例えば今、AB ってあるんですけども、AB っていうのは、この BD の親であるとかですね。逆に今、BD は AB の子であるとかっていうのは、こういうような言い方をします。これが伝統的にそう言われてるんで、まあ、許してください。で、それで、今、まあ、この BC っていうのは、BC の親いないので、これはもう、もう、大祖先ですね。もう、なんていうんですかね。もう、人類の始めみたいな、なんか、アダムという、アダムという系統で二人いるから言いませんけども。まあ、そんな感じ。だから、まあ、そういうような、焦点のことをねと言います。ねと言います。で、まあ、2から順番にですね、この、G で移す先を決めていきます。決めていきます。で、今ですね、この t、あ、そうかそうか、だから何をちゃんと言わなくちゃいけないかっていうと、今この t というこの t の横に、このなんか bc とか ab とかここが書いてあります。これはこの t の頂点の名前ではなくて、それをちゃんと言わなくちゃいけないです。何かっていうと、これはですね、f による移り先。この f による移り先をここに書いてます。何を言ってるかっていうと、今この一番上のこの頂点、この根の頂点はこの f によって bc に移るということを表せると思ってください。bc とか、これですね、bc。こういう、どうしようと、F によってですね。で、この頂点はこれ BD。こんな感じになってるっていう、その、F で移る先を、
この各頂点にも、この木の向き付けの頂点の横に書いていると思ってください。すいません。それは言ってない。なので、ここにその CD というふうに同じところに、同じ頂点に映る木の頂点もあるということですね。でそういうふうになっていると思ってください。はい。で、それが、この今、F であるというふうに思ってるわけです。それで、どうするかっていうと、今ですね、このようにその F、この PH に向かっていく、純度計算像が与えられているんですけれども、そこから、この H に向かっていく純度計算像を、この、ね、木の向き付けの、その、祖先の方から、根の方から順番に決めていくということにします。で、どう決めるか。根については、今この根は BC に移っているので、この B か C、どちらでもいいので、この根は、G によって移すとします。だから、この根は B に移るか、あるいは C に移るか、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、好きな方を一つ選びます。で、じゃあ、例えばここではですね、B に移すというふうにしましょう。まあ、どちらでもいいんです。で、B に移すので、まあ、今この B の色、青で、まあ、色をつけているというふうに思ってください。だから、pH に移った先は、この文字で書いてるんですけども、H に移っていく、その、純度計算像 G で移っていく先は、この色で表していると思ってください。で、その形でやっていきます。でですね、今この B、C じゃなくて、この根ですね。この木の根の H への移り先が決まったので、じゃあその次には、その子の移り先を決めます。じゃ例えば、この左側の子ですね。これは今ですね、F によって AB に移ったんです。AB に移ってます。AB に移ってます。で、この場合には、またその A か B のどちらかに、この頂点を、この G によって移すんですけども、この場合はですね、好きな方に移していいわけではなくて、この場合はですね、この根、根というかその一つ前の段階で、移した先をちゃんと、あと反映させるように移す必要があります。なぜかというと、これ、純度計算像ですから、今このグラフにおいて、この木の向き付けにおいては、この下の、この方から、親の方にですね、この子が矢印で向いてるわけです。なので、この G ですね、この赤で写した先においても、この子がですね、この H の子になっている必要があるわけです。だから、そうするためには、この、下の、この、頂点ですね。この方は B の移す子ができません。そうすると、ここが青々になってしまって、この青々っていう子はこの H にありませんから、それは純度計算像にならないわけです。だからこの場合は、この AB というか、この方を移す先は、A でなくてはならないから、ここ赤でなくてはならないということになります。で、まあそういうふうに決めるんですけども、これを、ちゃんとこれ組織的に、ルールを決めてやるにはどうすればいいかっていうとですね、これで、ここで、この、ちゃんとですね、もともと、この、t というもの、この木の向き付けが、ph に向かって純度計算像を持ってるっていう条件を使います。つまりですね、今どういうことになってるかっていうと、今ですね、根の頂点、木の根は bc に移ってるんですね。bc に移ってる。で、今、その色を決めたい、この下の頂点は AB に移ってるわけです。で、そうすると、この、べきグラフを考えるとですね、今、もともと、この F っていう、この写像はこれ純度計ですから、AB から、先ほどの色がわかんない。AB っていう頂点、この、べきグラフの、AB っていう頂点と BC っていう頂点を言うと、もともとここにはですね、個があるわけです。そうでないと、この F が純度計算像にはなりません。で、個があるってことは、何を言ってるかっていうと、今ですね、この B っていう頂点を見ると、必ず B に入ってくる X から出ている個っていうのが必ずあるわけです。そうじゃないと、この、個が、この力グラフに存在しなくなるの。で、この個がどこから来ているのかってことを見てみましょう。で、そうすると、実際に、ここのその AB から BC に、このベキグラフに似た子があるので、A から出ている子が必ずあるわけなんだけども、それは、B と C 両方になります。それはですね、この H を見ればわかるわけです。A から B と C、B と C の子が出てるんですね。で、じゃあ B からは、B と C のどちらに子が出てるかというと、C に子が出てる。こんな感じになってます。で、これで、確かに A からは必ず子が出てるし、B からも子が出てる。で、この右の頂点を見ると B に必ず入ってくるものがあって C に入ってくるものがあると。
こういうふうになっています。で、今ですね、重要なのは何かっていうと、この木の根、親の方においては、B と C、どちらを選んでもいいですよって言ってたんだけども、B を選んだんです。B を選んだんです。B を選んで、この、親の方は B に移しますよっていうふうにしました。しました。で、そうすると今ですね、ここにこの、べきグラフにおいて AB から BC に向かって子があるよと言ってるので、必ずこの B に入ってくる子が X から出てるわけです。で、それはこの場合には A からしか出ていません。A からしか出ていませんので、この方ですね。この方が、この、べきグラフを作るための項があるという条件に従って、この B に入ってきている項に従って、この、項っていう言葉がですね、今、項っていうのと、その矢印を表す二つあって、これが今紛らわしいんですけども、だから今、だからそうか、英語で言いましょうかね。このチャイルドですね。このチャイルドが映る先というのが、このアーク。このアークの視点である A にしなさい。だから、この場合は AB ってここに書いてあるチャイルドの G による映る先は A になります。という形で決まる。で、そうすると、この赤とかから青にはちゃんと H において子が、こうアークがあるので、この今作った部分だけを見ると、順動形であることに矛盾はしてないということになります。で、このようにして、この、チャイルドの移り先 G による移り先を決めます。じゃこれ決まったので、じゃ次はですね、この B、その子である B、そのチャイルドである BD の移り先を決めましょう。で、そうすると、また先ほどと同じように、機能向き付けから PH に対しては、順動形差と F というのがあったので、AB に映ってる、BD に映ってる、こんな感じになったんですね。で、そうすると、またこの AB と BD を見たときに、この間に、べきグラフにおいては個があると、アークがあるということになっています。で、それが何であるかというと、A から BD に、H においてはアークが出ていて、B から D に向かって、H においてはアークが出ているからです。で、そうするとですね、今、この、AB、この、親ですね、親とチャイルドを見ると、AB から BD の方に向かって出ているので、今、この、AB の方では A を選んでいることになるので、BD の方では何を選ぶべきかっていうと、A から子が出て、この BD の方に向かっている頂点になります。でそうすると、この場合はですね、B にも D にも出ているので、まあ、どちらを選んでいいということになります。で、まあ、どちらを選んでもいいので、例えば、どっちかな。D を選びます。D を選びます。で、そうするとここがオレンジで塗られるはず。あ、違いましたね。間違えましたね。青でしたね。だから、この場合は、どちらでもいいんですけども、B を選んだということになっています。で、B を選んで、青で塗られる。そうすると、もともとここが、矢印になってたんですけども、H に塗っても赤から青には矢印があるので、ちゃんと、今まで塗ったところは、ちゃんと順動形であるということに矛盾しないということになります。で、こんな形で一つ一つ、親の、移り先、G による移り先が決まったら、この移り先を今のようなルールで決めていくということを順番に続けていくわけです。で、そうすると、それによって今まで塗ったところは順動形であることに矛盾しないという形の、議論ができます。で、これは、もともとこの P のところはこれ木になっているので、経路がないわけですね。で、経路がないので、この、チャイルですね、子供を順番に塗っていく。ことによって、必ずすべての、木の向き付けの頂点、木の向き付けのすべての頂点の、色、つまり、H への移り先っていうのが、うまく決められることになります。で、矛盾なく決められていって、最終的にすべての頂点の色が決まるので、それによって順動形 G が決まるという仕組みになっています。いかがでしょうか？もう少しやってみた方がいいですかね。例えばは、ここはあんまりいい例でないかな。例えば、ここも一個しかないから、ちょっと良くなくて、いい例の場所があんまない。ここかな？ちょっとここ見てみましょうかね。今、BC が今塗られているときに、じゃあ CD 決めましょうということをします。で、そうすると先ほど同じように、B、この、根の頂点は BC に F に移されていて、CD は、あ、CD、その、チャイルドはこの CD に移されていると。
で、今この、BC から CD というか、親から子に子があるので、その移った先、移った先、べきグラフにおいても BC から CD に子があるという形になっているわけです。で、それはなんで子があるのかっていうと、B から C、B から D、C がある。こういう形で、定置によって子があるからです。で、今ですね、BC っていうか、この根の部分は、青で塗ってるので、この CD ですね、そのチャイルドについては、どの色で塗ってあげればいいのかっていうと、この場合 B から出て向かっている C と D、どちらで塗ってあげても構わないということになります。で、まあ、例えば、この場合は、オレンジで塗りましょうということになって、まあ、こういう形になる。でそうすると、もともと、この新しく塗った部分が、青からオレンジって形の子になっているんだけども、それはちゃんと H によって子になっているという形で、今まで塗った部分はちゃんと順同形であるための、条件を満たしているという形になっているわけです。で、順番に、まあ、その形に塗ってあげると、塗ってあげると全ての頂点の色、つまり H への移り先が決まるということになるわけです。まあ、これが証明です。で、この後に書いたことは、それをですね、まあ、言葉で書いたという形になっています。ので、まあ、見ていただければいいでしょうという形になっています。見ていただければいいでしょうとか言いながら間違ってるといけませんので、まあ、皆さん、ちょっと注意深く見ていただければいいかなと思います。はい。で、これが、証明になりますけども、これでいかがでしょうか？よろしいですか？ちょっと端折ってるのは端折ってるんですけども、まあ、イメージが伝わればいいかなというふうに思います。あ、皆さん、レポート書くときは、イメージじゃなくて、ちゃんと言葉で書いてほしいと思うんですけども、まあ、授業ではちょっと割とイメージ先行であって、言葉で書いてるところは割と流してるんで、皆さんちゃんと自分で見ておいてください。はい。で、これで4から2も証明ができたので、それによって何が言っていたかというと、これですね。これでシリーズで証明できました。基礎追性を持つことと、pH から h に順度器があることと、個性合成検査アルゴリズムで h 対処分が書けることと、まあ、4番のちょっとよくわかんない条件が同期である。まあ、だから4番っていうのはどちらかというと、その、証明をするために、証明を簡単にするために、つけている、便宜的な性質なので、一番ここの中で重要なのは、この1と2と3が、同期であると。ということです。で、前々回ですね。前々回だと、これと他にこの個性合成検査アルゴリズムで H 生殖問題を解けるための必要十分条件として、多形写像を用いたの完全対象多形写像であるありきのものが存在する。まあ、ある全てのありきのものが存在する。ということを言ったんですけども、まあ、それも、重要なものであって、まあ、その4つが同値であるってことが、この重要な、性質になっていると。重要な定理になっているというふうに理解してください。で、まあ、実際にその、基礎追性を持つことであったり、この pH から h に、純度計作像があることだったり、完全対象多形作像を持つことを使って、個性合成検査アルゴリズムで h 対色問題が解けるんだってことを、判定するっていう、ことを考察する問題がレポート課題にありますので、実際に取り組んでみてください。はい。で、これで、前回、残っていた部分が終わりになります。よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。ではですね、前回の話はこれで終わりになりまして、今日の内容に移っていこうと思います。して、で、今日の内容は、ちょっともう一度、ちょっと戻るんですけども、これですね、今日やるのはですね、今まで2回はですね、個性合成検査アルゴリズムの話をしてきたんですけども、今日はですね、もう一つ、はじめに紹介していた整合性検査アルゴリズムである、追整合性検査アルゴリズムの話をしようと思います。で、ですね、これに対してですね、この多数決多形写像というものが重要な役割を果たします。ので、それを紹介します。で、この多数決多形写像と追整合性検査アルゴリズムっていうのはなんか関係しているということになります。ので、それをご紹介しようと思います。ただですね、まあ、その、メインとなる定理があるんですけども、ちょっとその定理を証明するのは、この授業の時間内ではできない。ので、まあ、補足動画としてもちょっとやらないんですけども、まあ、そういう事実がありますよってことは、まず、ご紹介します。で、その事実が何なのかってことは、まず重要なんですけども、その事実を使って、この追整合性検査アルゴリズムで、
現地退職問題を解ける場合っていうのに、どういうものがあるのかってことを紹介していこうと思います。はい。で、そうするとですね、この多数決多形作動っていうのは何なのかってことを、理解する必要があります。で、それをやっていこうと思います。で、じゃあその前にまず、その対整合性検査アルゴリズムって何だったのかってことを、復習しましょう。ですね、今までやってたその高整合性検査アルゴリズムっていうのは、各頂点に、その頂点の移り先の候補のリスト、LV っていうのがあって、で、その LV の、要素、その候補としてありえないものをどんどん削っていって、その候補が空集合になったら、その頂点の移り先が存在しませんから、H 彩色、つまり H への順度化素がありませんよというような形の判定をしていたって、そういうアルゴリズムだったわけです。で、一方ですね、対整合性検査アルゴリズムの場合には、その対に対してですね、その頂点の対に対して、その対の候補、その対が移っていく、先の候補っていうのを持ちましょうという形にして、で、その対の整合性を考えて、その対が移る先の候補がなくなったら、順序化はありませんよという形で脳を出力する。そういう、アルゴリズムでした。はい。で、まあ、対整合性検査、ペアコンシステンシーと呼ぶんですけども、まあ、文献によってはパスコンシステンシーとか、未知整合性検査ですかね、日本語で言うんだったら。というような形で呼ばれるものになっています。で、どんな感じだったかってことは、もう忘れてると思うんですけども、まあ、こんな感じだった。まず、準備をします。で、各頂点値に対して、こういうことをする。で、何かというと、頂点値って言ってるんで、例えばこの S と T っていうのはこれ頂点値ですね。で、この頂点値に対して、についてはこれは、異なる頂点であって、個があるという、この今一番目の条件を満たしています。で、そういうような場合には、このペアですね、まあ、あるいはこの個の、その候補の、集合として、この AH、つまり今この H の個の集合を持ってきます。で、個はこの A、B、B、C、C、A なので、まあ、それがその、ここに A、B、B、C、C、A と、こんな形で、作られると。候補の集合が作られると。こんな感じになります。で、これはですね、このすべての個があるところ、これすべてのこの個があるところ、同じ、この、まあ、こう書くと、ちょっと語弊があるからいけないから、ちゃんと待って、説明しましょうか。この、別の子に対しても同じリスト、まあ、同じ内容のリストが作られると。こんな感じになるということです。で、これがその1番目の条件です。で、2番目の条件は何かっていうと、この、子がないところ、子がないところにも、リストが作られますよというふうになっています。で、例えば、この S から U ですね。S から U。で、こういうところにも、あるいはこの S から V って、こういうその逆向きですね。こういうところにも、このリストが使えます。で、そのリストの、初期値というか、その準備段階では何になるかっていうと、これは、この H の頂点の2つ分すべて、対すべてが、候補となります。例えば、ここですね。SU のところ。だから、これ書こうと思うと、これ9個書くんですけども、まあ、書くと、AA、AB、AC、BA、BB、BC、CA、CB、CC って、この9つのペアがすべてこの初めの候補として与えられるという形になります。で、これがこの2番目の条件です。で、3番目の条件何かっていうと、個があるんだけども、U と V が同じ場合。だから、この G によってはそういう例、場所ないんですけども、例えばこの S から S にこういうふうな個がある場合。個がある場合。で、その時には、この個に対して、リストを作るんですけど、もうそれは何かっていうと、この H において、そういうふうになってるんです。H において、こういうふうに自分自身に戻ってくるような子がある場合には、ここにそれを書きます。CC と。こんな感じで書きます。で、まあ、この例の場合はそういうのないんで、まあ、そういう部分がなくて、書かないという形になります。で、あとあるのは、4番目です。4番目は何かっていうと、UV は個じゃないんだけども、U と V が同じ場合。だから、この場合、その S、T、V、U。これは全てこの条件に当てはまるところになります。で、その時には、だから、先ほどのように書くとすると、ここが個がないんだよ。こういう感じですね。この S から S に戻ってくるところ。で、こういうところには、
やっぱり、リストがあるんですけども、それは何かっていうと、V の頂点、H の頂点 X を持ってきて、それを2つ並べたもの。だからこの場合は、AA、BB、CC ですね。それがこの自分自身に戻ってくる見えない、存在しない項に対して作られるリストになります。で、これが準備段階で行われることです。で、ここまでいいでしょうか。こんな感じだと思い出すわけですね。ですか。それでですね、こういうふうな、準備を行った後に、このリストをどんどん更新していくということをやります。で、どう更新するのかということを思い出すんですけども、まあ、こんな感じだったと。これ今一部分書いてます。一部分書いてます。で、ですね、何をするかっていうと、例えばですね、今この S から U に向かってる、個がない部分のリストがこうあるんですけども、じゃあですね、例えばこの AA っていうのが、削除されるかされないかってことを考えます。で、どういう時に削除されるのかっていうと、今ですね、S から U っていう、S と U っていう対を、見てるんですけども、この S を始点として、U を終点とする長さ2の U 行動っていうのが、ちょうど1個だけあります。この G というグラフ。で、それどこかっていうと、STU ってこういう部分ですね。こういう、あ、そうだ、有効度じゃなく、ある、すいません、有効度である必要ないんで、今の言い方よくなくて、すいません。S と U を見ます。で、その時に、ですね。あれ、いいのか、そうですね。なんか、だんだん不安になってきたな。あ、だからだんだん不安になってきた。だんだん不安になってきて、それで今、説明しようとしたことと、説明したことが違うんで、ちょっと困ったなと思ってるんですけども。あ、説明しようと思ったことと説明したいことが違うんで、ちょっとこれは、この例を使って説明するのをやめて、ここに書いてあることをただ単に読み上げます。何かっていうと、この LUV を、LUV から XZ を削除できるのはいつなのかっていうと、この U と V の間に挟まるような頂点が W があって、で、に対して、XY が、UW のリストに入っていて、なおかつ、YZ が WV のリストに入っているような XYZ っていうのが H に存在しない。そういう時にこれが削除できるという形になってきます。いいか。だから、いいのかな。まあ、僕が書いたことは正しいからいいのかな。という形で、削除をどんどん繰り返していくことになります。すみません。だんだんなんか、自分でも何を言ってるかよくわかんなくなってきたのはいけないです。で、まあ、これを繰り返していきます。で、これを繰り返すことによって、ある、対におけるリストが空集合になったら、NO を出力するということをするっていうのが、対整合性検査アルゴリズムでした。ね、ある頂点対 UV に対して空集合になったら NO を出力という形で、矛盾を導くという形でした。で、何が重要だったかっていうと、こういうふうにその、なんか、矛盾、その、移り先がないんだってことが分かったときには、脳を刺激して、確かに順序計算がないんだってことは言えるんですけども、そうじゃない場合、だから、どの頂点値に対しても空集合にならない場合に、必ず順序計算が存在するのかと言われると、そうでもないんですね。それはここですね。任意の頂点値 UV に対して空集合でないっていうことになっても答えがイエスになるわけではないということです。で、考えられたいのは何かっていうと、こうなる場合、こうなる場合って何？どこにおいても空集合でないんだったら、実は答えがイエスなんですよってことが分かると嬉しいわけです。嬉しいわけです。で、そういうことが起きるのはいつでしょうと考えたいっていうのが、今からやることです。H 染色問題が対整合性検査アルゴリズムを解けるというふうに言うときには、G から H に順序計算作動がなければ、アルゴリズムは NO を出力するんだけども、逆に NO を出力するときには必ず、あ、違う違う違う。今言ってるから、ちょっと申し上げますね。アルゴリズムの性質から NO を出力するときには、G から H に、順序計算が存在しないということがわかるんだけども、その逆も成り立つ。G から H に順序計算が存在しないんだったら、必ず NO を出力する
という形になっている。別に言い方すると、G から H に純度計写像が存在するんだったら、水整合成アルゴリズムは脳を出力しない。という形になっている場合に、この水整合成検査アルゴリズムで H 生成問題が解けるというふうに言うことにします。だから、まあ、この言葉遣いは、高整合成検査アルゴリズムの時と同じ言葉遣いになっています。じゃあ、どのような H に対して、この水整合成検査アルゴリズムによって H 生成問題が解けるんでしょうかってことを考えたい。つまり、その今まで、高整合成検査アルゴリズムについてやっていたことを、H 生成問題じゃなくて、水整合成検査アルゴリズムに対してもやりたいということになります。ここまでいいでしょうか。はい。で、ここからは、実はもうその水整合成検査アルゴリズム出てこないので、証明しないんで、水整合成検査アルゴリズムは出てこないんですけども、まあ、これが やりたいことなんだという、まあ、動機はちょっと頭の中に押さえておいてください。で、中ですね、これそのまあ2回前、3回前かな、3回前の時にちょっと、イメージでお伝えして、証明は、書いてあるという話も、何かというと、水整合成検査アルゴリズムで、つまりここで書いてあるアルゴリズムで、H 生成問題を解けるときには、高整合成検査アルゴリズムでも、解けます。これ逆ですね。すいません。今言ってることが、今言いながら分かった。高整合成検査アルゴリズムで解けるんだったら、水整合成検査アルゴリズムも解けます。何が言いたかったかっていうと、水整合成の方が、強力であるってことを言いたかったんですけども、ちょっと書きたかった日本語と、頭の中に思ってたことに、今、齟齬があって、申し上げますけども、だから、高整合成検査アルゴリズムで解けるんだったら、それよりも強力な整合性検査アルゴリズムでも解けるわけです。だから、別に言い方すると、水整合成検査アルゴリズムで H 最初問題が解けるような H であっても、それが高整合成検査アルゴリズムで解けるとは限らないってことになります。だから、今日あげる、今日やりたいことっていうのは、その前回までの話というよりも、もう少しその、なんだろうな、解ける範囲を広げようという話になっているというふうにも、まあ、解釈できると思ってください。はい。で、それをやるために、これを考察するために、今からやるのは何かっていうと、多数決多形写像というものを定義して、それによって、この知りたいことに迫っていこうということをします。はい。で、それを今からやりたいの多数決多形写像っていう話で、じゃあこれはですね、休憩の後に行きましょう。じゃあ今から、30分じゃないや、3分、30分休憩した授業はですね、3分休憩しますので、その後にこの多形写像と多数決多形写像の話をやっていこうと思います。では3分休憩します。
はい、それでは再開します。先ほど言った通りですね、その追記、追整合性検査アルゴリズムで H 染色問題を解ける場合の、考察をしていきたいんですけども、そのためにこの多数決多傾斜像というのを考えます。で、まず多傾斜像の、復習からしていこうと思います。あ、そうか。で、何が、まず、目標とする、定理なのかというと、まあ、これ証明したいんですけど、これを紹介します。まず、H が多数決多傾斜像を持つならば、H 染色問題は追整合成検査アルゴリズムで解けます。というのは言えます。だから、この H が多数決多傾斜像を持つことを言うことによって、H 染色問題が追整合成検査アルゴリズムで解けるということが言えることなんです。で、その2、3回前ですね、このアルゴリズム、追整合性検査アルゴリズム自身は多項式時間アルゴリズムだってことも紹介しました。ので、H が多数決多傾斜像を持つならば、この H 染色問題が多項式時間で解けるということもまあ分かることになるわけです。で、まあ、この定理の証明は行わないんですけども、例えばまあ参考文献が挙げているボディウスキーのレクチャーノートを見ていただくと、証明が書いてあったりします。で、まずじゃあ、このまあ、性質、あるいは定理を理解するには、この多数決多傾斜像が何だか分かんないといけないので、それを定義します。で、もう一つですね、この定理において重要な点を一つ言うんですけども、先ほどまでのですね、高整合性検査アルゴリズムの話の時には、H 染色問題が解けるための必要十分条件、だから両方向に矢印を与えていたんですけども、この多数決多傾斜像の場合には、これは一方向でしかないので、それは注意をしてください。はい。だから多数決多傾斜像を持てば十分であると。ということになります。ので、その、形の定理であるということは、ちょっと補足しておきます。はい。では、多数決多傾斜像何なのかということを、定義していきます。じゃあ、まずですね、多傾斜像の復習なんですけども、これが多傾斜像の定義でした。グラフ G に対して、その G の多傾斜像、ポリモーフィズムといったら何だったかというと、ある正整数 K に対して、G の形状から G に向かっていく順動傾斜像のこと。のことを多傾斜像というふうに言ってました。まあ、これだけのことだったわけですね。で、この K のことを、この多傾斜像 F のありきと呼んでいましたということでした。では、例として G、そしてこの ABC っていう有効度を書いたときには、まあ、例えば G の3乗っていうのはちょっとこんな感じになるわけですね。G の3乗においては、この頂点っていうのは、この G の頂点の三つ組になってたわけです。例えば、この BCC って書いてあるのは、これは、BCC ってこの三つ組ですね。順序付きの三つ組を、まあ、省略して書いているというふうに思ってほしいわけです。だから、そうなので、この BCC っていうのと CBC っていうのは違うものを指していることになるわけです。という形で、この G の3乗っていう、G の3乗っていうグラフを作ってました。まあ、で、ちなみに、G の3乗においては、XY、Z、あ、この矢印が書くべきだな。XYZ と、X プライム、Y プライム、Z プライムっていうのが、この、G の3乗の、個になっている。個になっているための、必要十分条件というか、まあ、その G の3乗の定義においては、これ何だったかというと、これは XX プライム。いや、Y プライム。いや、Z プライムっていうのがどれも、G の個であると。これがその G の3乗の定義でした。今、ここではその3つ並んでるので、3乗でこの3つ並んでるんですけども、これはまあ、K だったら、こう K 個、頂点が並んでる形になっていて、ここも K 個が並んでる形になっているという形で定義されているわけです。はい。で、これが多傾斜像でした。で、多傾斜像の中で特にある性質を満たすもののことを多数決多傾斜像と呼びます。で、それは何なのかって、これですね。多数決多傾斜像、マジョリティポリモーフィズムとは何なのかっていうと、まずそもそもこれはありき3の多傾斜像です。だから、ここに書いてあるんですけど、G の3乗から生まれます。で、それがここに書いてある性質を満たす場合に多数決多傾斜像と言います。で、何かというと、これは、そもそも、この G の3乗から G への、順動傾斜像ではあるんだけども、任意の G の2乗点 XY、あ、これは異なる必要はないですけども、XY という、
頂点に対して、XXY とか XYX とか YXX っていうふうになっていたら、その宇宙先は X ですよというふうになっているのが、この多数決多傾斜像です。で、多数決っていうのはどういうイメージかっていうと、今、XXY っていう3つ引数があるわけですけども、XXY っていうふうな形で、その、引数の中の2つが同じである場合には、その同じものが、その、この関数のリターンですね、返り値として、返り値っていうのかな、リターンされるものとして出てきますよ、という意味で、多数決であるというふうに思ってください。いいですか。で、今言った通り、この X と Y が異ならなくても良いので、異ならない場合が全て同じ場合ですね、X、X、X。の場合には、その、Y が X と等しい場合と思ってもらって、いばいいので、この場合にも、その値は X になるということになります。で、このような性質を持つものを多数決多傾斜像と言います。ということになります。で、定義の例をですね、今下に書いてあるので、それを見てみましょう。今、例として、この P の3、頂点数3の有効度ですね、P3。これは多数決多傾斜像を持ちます。となります。で、実際に見てみましょう。今ですね、この G っていうのが AB して、こういう形になってます。で、こちらに G の3乗を作ってます。で、今ですね、この多数決多傾斜像を作ろうと思います。で、作ろうと思うんで、どういうことになるかっていうと、ここに書いてある条件は満たす必要があるわけです。で、これは何かというと、例えばこれ AAC ってありますね。AAC。だからこれは今、その、ちゃんと書くとこれ AAC なんです。C という三つ組です。なので、今、この、ここに書いてあるような、F という多数決多傾斜像があるとすると、この FAAC ですね。この、F によって移される先っていうのは、これは A でないといけない。その多数決になって A でないといけないわけです。で、それが今、この色としてこう書いてあります。だから AAC っていうのはこの A である、この赤に移る必要があるので、もう、この、多数決多傾斜像を作りたいなと思った瞬間に、この AAC の重積は A になるということがこれ決まります。いいですか。で、同じように、この ACC でありますけども、ACC っていうのは、C、多数決によってこれ C に移る。つまりこのオレンジの位置ということがこれ決まります。っていう形で、この多数決であるという性質が決まる部分は、もうすでにその重積が決まるので、それは今ここに書いてあります。赤、青、オレンジで書いてあります。で、問題は何かっていうと、このもうすでに、この宇宙先決まってるっていうところを見ながら、他のところの、まだ決まってない頂点ですね。だからこの ACB、ここの宇宙先は多数決で決まらないわけです。で、ここをうまく決めてあげることによって、全体として G に向かっていく順道傾斜像が作れますかってことが問われていくことなわけです。で、この場合はですね、実はこの ABC と ACB は、ここら辺の頂点は、入ってくる子も出ていく子もないので、ここの、移り先は何にしてもこれ構いません。何にしても、これ、順度計算になります。だから例えばですね、それ全て赤にしてしまう。これは、ちゃんと G に向かっていく順度計算になります。ので、この場合は、これで、G の3乗から G に向かっていく順度計算像で、ちゃんと多数決の性質を満たすものが存在するということがわかるわけです。つまり、この頂点数3の有効度は多数決多傾斜像を持つということがわかります。ここまでいいでしょうか？いいですか？はい。でですね、ちょっとまあ、この例は簡単すぎて良くないかもしれませんけども、後でもう少しくだされば出てきます。で、重要な例はですね、何かというとですね、K2 です。これは、向こうグラフですけども、もちろん向こうグラフに対しても同じように、多傾斜像を定義されていて、同じように多数決多傾斜像も定義できます。で、これはですね、今、G っていうのが、今、この K2 の場合ですね、頂点数2の完全グラフの場合です。で、この場合には、まあ、A の方が赤、B の方が青だとしたときに、まあ、ここに G の3乗っていうグラフを作っています。で、これはですね、こんな形ですごく、まあ、簡単なグラフになっちゃうわけですね。で、簡単なグラフになっていて、なおかつ重要なのは何かっていうと、これ頂点が2つしかないので、この3つ組をですね、作ると、3つのうちの2つは必ず同じになります。AAB の場合は A が同じ。ABB の場合は B が同じ。こんな感じになります。なので、多数決でまず移り先を決めたいと思ったときには、その移り先はもうすべての頂点に対して決まっちゃいます。
A を2つ含んでいたら赤、B を2つ含んでいたら青、この形になります。で、それでもう決まってしまうんですけども、その決められた色を見ると、ちゃんとどの辺も赤、青って形になっている、という形になっていて、この時点でちゃんと順動決策図が作れているということがわかります。ということで、K には多数決策図を、多計算図を持つということがわかるということになります。いいでしょうか。で、これで一つ、これで一つ重要なことがあって、多数決多計算図を持つので、で、先ほどの証明しなかった性質を認めると、何が分かるかっていうと、K2 彩色問題。は多項式時間につける。まあ、前回ですね、非相対性の話をするときにも、相対性の話をするときにも、K2 彩色問題、多項式時間で解けるということは言ったんですけども、この、何でしたっけ、多数決多計算像の、考察からも、まあ、だからもう、より正確に言うと、非整合性検査アルゴリズム、非整合性検査アルゴリズムで、多項式しかね、解けるということが、まあ、わかるということになるわけです。まあ、実はですね、K2 彩色、だから、これは何かっていうと、普通の意味で言うと、普通のグラフの言い方で言うと、二彩色問題ですね。二色で見れますかっていう問題。に、まあ、なっているということになるわけです。はい。まあ、実はですね、K2 彩色問題は、高整合性検査アルゴリズムでは解けないということが知られているので、まあ、その整合性検査の枠組みの中では、この追整合性検査を使う必要があるという形になっています。はい。で、これは、例だったんですけども、ちょっと別の例を見ましょう。で、これはですね、何かっていうと、超点数3の有効平方です。で、これも多数決多計算図を持ちます。で、今この ABC っていうふうな形で、この G っていうグラフを作ってるんですけども、この G の3乗を作ると、これはですね、9個じゃなくて、9個ですね。9個でいいのかな？すみませんね。333の9個のはずですね。1234、ん ?12345。うん、ちょっと待ってね。なんかこれはなんか私はおかしいことをしてる気がするな。なんかおかしい図を、おかしい図を書いてるのかな。あ、いいですね。3×3×3 だから、これ27ですね。すみません。だから27個頂点になるグラフになります。27個頂点ありますね。3×3×3 の頂点があります。G の3乗には。で、その G の3乗の作り方に従って、こう貼ると、こんな感じになっています。で、こうするとですね、ちょっと、まあ、どんなグラフなのか、この G の3乗がどんなグラフなのか、ちょっとわかるんですけど、まあ、こんな感じになっていると。で、先ほどと同じように、多数決多計算図を作ろうと思うんですけども、まあ、このようにその AAA とかですね、CCA とかっていう形で、多数決が決まっているところの移り先が決まるわけです。で、そうするとですね、このまあ、一個一個の、この部分平量というか、成分というか、において、色が完璧に決まる場合と色が全然決まらないところと分かります。これはですね、この G の3乗の付け方をじーっと思い出すとですね、冷静に考えるところで分かるんですけども、こういうふうな形になります。で、この、その全ての成分がですね、実はこの G と同型になっちゃうんですね。同型になります。で、同型になっていて、色が塗られているところはちゃんとその G に向かって、この、順動系作用が存在するように色が塗られるんですけども、色が塗られてないところは全く色塗られてないので、ここはですね、まあ好き勝手に色塗って良いと。好き勝手に色塗って、この赤を黄色っていう順番に、まあ、してあげれば、何でも順動系作用になります。で、だってまあ塗ってあげると全体として、多数決多系作用が作れるという形になるので、この頂点数3の有効経路は多数決多系作用を持つということになります。これ一般的にですね、どんな、頂点数があっても、C の K、頂点数 K の、
有効経路は多数、経営が、いいですね、いいですね。多数決だけだと思うということが言えます。多数決。多数決多計算上を持つ。ということが言えます。まあ、同じような形で図を書いてあげると、ここと同じような、このような、同じような現象が起きます。ので、できます。ってことは何なのかっていうと、先ほどのその性質を使うと、この、有効経路、有効経路彩色問題ですね。有効経路彩色問題は、染色、彩色問題は、多項式時間ですけど、ということがわかると。時間で解ける。ってことがわかります。で、こんな感じで、この多数決多計算図を持つことによ、を示すことによって、そのグラフを H とする H 彩色問題が多項式時間で解けるってことが言えるようになってきます。でですね、この多数決多計算図を持つかどうかってことを見るのは割と簡単なんですね。なんでかっていうと、G の3次の期間になればいいからです。高整合性検査アルゴリズムを多計算図を通して考えるときには、完全対称多計算図っていうのを考えるってことをやってました。で、その時の、ありきっていうのは、この3とかっていう形ですね。3とかっていう形で固定されていなかったんです。だから、割と大変だったんですけども、そういう多計算図が存在することを、判定するのは大変だったかもしれないんですけども、こっちの場合は、ありき決まってるので、すごく、考えやすいです。で、まあ、そういう利点はあります。ここまでいいでしょうか。はい。ありがとうございます。ではですね、今からやるのは何かっていうと、ある二つの、種類のグラフに対しては、多数決多計算図がありますよってことを紹介していこうと思います。で、あと残り20分ぐらいなので、それでちゃんとできるかなと思います。はい。じゃあ、それをやろうと思います。二つの例に対して、確かに多数決多計算図がありますよってことを紹介していきます。一 つはですね、水滴トーナメントというものですね。すいません。水滴トーナメントです。で、これは、初回に登場して以来、全然登場していなかったグラフですけども、これようやく登場すると。こんな感じですね。頂点は1から M っていうふうに番号がついていて、小さな番号から大きな番号のところに、個が出ていくという形で作られる有効グラフです。まあ、これと同型なものを水滴トーナメントと言います。で、ここに、まあ、T3 とか T4 とか、こんな形のものを書いています。すいません。で、水滴トーナメントは、N が何であっても、多数決多計算図を持ちます。ってことを次に言います。ですね。水滴トーナメントは多数決多計算図を持ちます。ということを今から、証明していきます。で、つまり、H が水滴トーナメントであるならば、この水滴トーナメントを H とする彩色問題は多項式で解けるということになるわけです。はい。でですね、証明しましょう。で、今からこの、水滴トーナメントともう一つ例を挙げるんですけども、ですね、多数決多計算図の作り方はほぼ同じです。で、どうするかっていうと、まあ、こんな感じです。ちょっと図がなくて、ね、こんな感じです。で、これが今、こういうふうに作りますっていうふうに書いてます。で、何かっていうと、この、考える写像は、最終的に多数決多計算図であってほしいので、ありきが3です。だから、x、y、z って3つ引数を取るんですけども、それの内訳を、x、y、z の中央値とします。中央値っていうのは何なのかというと、例えば、1、4、7とかあったら、ちょっと、これ、例が悪いんで、ちょっと変えますね。7、1、4。とかってなってたら、この714の中で、大きさ順で真ん中に当たる値、それが中央値です。だからこの場合4になります。なんでかっていうと、1が一番小さくて4が次で、その次が7なんです。いいですか？で、じゃ例えば、920。あ、0はちょっとないからやりましょうか。921。そうすると、この場合は、1、2、9の順番で、大きさが決まるので、この場合も中央値は2になります。こんな感じです。で、このようにして、写像を作ります。
で、こうするとこれがですね、この、水位的トーナメントにおける、数決多形作動になります。じゃあ、まずですね、その多形作動であること、つまり、これがですね、この準量形であることをまず証明しましょう。じゃあ、準量形であるって言ってるのは何かっていうと、その、この3乗のグラフの項を持ってきたら、その移り先が、この元のグラフの項になっているということを言っているということですね。だから、これをまず持ってきます。x1、yz1、x2、yz2 っていう3つ組が項をなしているとします。だから先ほどのような図のイメージで言うと、こちら側に小さなこの tn っていうグラフがあって、こっち側に大きな、なんかこの tn。あ、ちょっと tn の3乗っていうグラフがあって、ここに、まあ、個がありますよと。こちら側が x1、y1、z1 で、こちら側が x2、y2、z2 でした。こんな感じですね。こんな感じです。で、これが、じゃあ、この f によって、どこに移るんでしょうってことを考えたいということですね。で、そうするとですね、そもそもまず、この x1、y1、z1、x2、y2、z2 っていうのは、これ、個になってるので、これはその3乗っていう、グラフの定義から、x1、x2、y1、y2、z2 が元のグラフの個になってるということがわかるわけです。これ、この3乗積の定義ですね。からわかります。そうすると、これ水滴トーナメントの個なので、水滴トーナメントでは小さな値から大きな値に個が引かれているというふうに言ったわけです。だから、x1 と x2、y1、y2 と z2 の間には対称関係があります。私は、このような対称関係があります。ですね。ですか？そうすると何が言えるのか。今、x1、y1、z1 の中央値を持ってきましょう。で、それは、それはどれかわかりません。どれかわかりません。どれかわかりません。じゃあ、どれかわかんないんですけども、じゃあ仮に、x1、y1、z1 の中央値が、じゃあ、まあ、一般性を失わずに y1 だとしましょう。だから今、ちょっと、なんかグラフっぽく書くと、先ほどの、水滴トーナメントの頂点が一列に並んでいるようなイメージを持ってもらうと、まあ、どっかに x1 があって、どっかに y1 があって、どっかに z1 があって、なんかこんな感じになってるんですね。こんな感じになってます。で、z1、y1 が、その3つのものの中央値になっていることになってますね。で、これと、この x2、y2、z2 の中央値を比べたいわけです。で、そうすると、今、上の、条件からですね、x にも y にも z にも、その x1 や y1 や z1 よりも右にある、右ってことじゃない、右にあるということが、この条件から言えてるわけです。で、そうすると、何が言えるかっていうと、この y1、今、ここにあるんですけど、y1 なんですね。y1 よりも右側に必ず、x2、y2、z2 の中の少なくとも、二つがあるということが言えます。なんでかっていうと、y2 はそもそも、この青よりも右にあるし、z2 っていうのはこの z1、あるいは x1 よりも右にあるということになるので、この青よりも右に、その x2、y2、z2 の中の必ず二つはあります。ってことは、何を言ってるかっていうと、この青いところよりも右に必ず、この x2、y2、z2 の中央値があるということになるわけです。つまり、ここに書いてある不等式が成り立つことになります。いいですか？そうすると、ありがとうございます。で、そうすると、ここに書いてある、この f の定義から、x1、y1、z1 の中央値は fx1、y1、z1 です。x2、y2、z2 の中央値は fx2、y2、z2 です。だから、その間に代償関係がこのような形であるということが言えます。で、これら、ここに書いてあるこの値ですね。この値っていうのは、これは、この、この元のグラフの頂点なわけです。ここに x1、y1、z1 を移したものとか、x2、y2、z2 を移したものがあるわけです。で、代償関係があるって言っていて、これは水滴トーナメントなんだから、この下から上に、ちゃんと矢印で個があるということがわかるわけです。で、それがここですね。つまり何かというと、この3乗の方から持ってきた個は F によって元のグラフの個に移るということになっていて、確かに、準動形作動であるということがわかる。つまり、この水滴トーナメント。
その他傾斜像として F が作られているというのが分かりました。ここまでいいでしょうか。はい。で、じゃあ、多傾斜像だってことが分かったので、あとは、多数決であるという性質を満たすのかどうかってことを、見ます。確認します。で、それはですね、この中央値であるという性質から簡単に出てきます。なんでかっていうと、fxxy っていうのを考えると、これは xxy の中央値ですから、x が、バイアクスで考えるとすると、x が y よりも小さい場合と、y が x に小さい場合っていうふうになってるわけです。で、そうすると、x が y よりも小さい場合っていうのは、ここに x があって、こんな感じなんですね。で、そうすると、xxy って形になってますから、中央値は x なんということになります。で、y が x の小さい場合は、y、x、こんな感じになってる。けども、この3つの値は y、x、x と出てきますから、やっぱりこの場合でも x が中央値だということになって、どっちにおいても x、x の中央値は x なんということになります。で、これは、この並び順がですね、x、y、x になっては、y、x、x になっては、中央値というのは並び順に、この引数の並び順には関係しませんから、どの場合においても、この、x、x、y、y、x、y、x、もう一度、x、x、y、x、y、x、yxx の中央値は x になる。ということで、つまり、多数決性を持っていると。多数決多傾斜度があるということが言えるということになります。でこれで、水域トーナメントは多数決多傾斜度を持つんだということが分かりました。いいでしょうか。はい。でこれが一つの例でした。じゃあ、二つ目の例をやります。でそれ何かというと、道の、任意の道の任意の向き付けです。こんな感じですね。向き付けっていうのは先ほど木の時にやったように、向こうグラフの辺の矢印をどちらかの向きに一方を決めるという形で作られる有効グラフでした。で、道であったら、どんな向き付けをしてもそれは多数決多傾斜度を満ちます。つまり、H が道の向き付けであれば、H 最初問題は多項式しか解けるということが言えます。で、まあ、ここに書いてあるのは、道の向き付けの例です。でですね、道の向き付けが多数決多傾斜像を持つんだってことを証明するために、このようにですね、向きに関わらず、この一直線にこう並んでる、道の頂点を1から n まで順番に、名前付けします。ラベル付けします。で、そうするとですね、個というのは、この右に向かっているか、まあ、左に向かっているかのどっちかなわけです。つまり、その、ま、地点を i だとすると、地点を i だとして、i プラス1の方に向かっているか、地点を i プラス1だと思って、i の方に向かっているか、どっちかという形になっているわけです。だからこういうことですね。個は各 i に対して i、i プラス1か、i プラス 1i になっているか、どちらかです。という形になっています。ので、まあ、これを、その、ま、前提というか、これに注意して、今からこの、道の向き付けが多数決多傾斜像を持つんだということを証明していきます。はい。で、これなんか順番に出てくるようにしたはずだったんだけど、一気にバッと全部出てしまったので、まあ良くないんですけども、まあこれでやっていきます。で、まずですね、ここに書いてある F の付け方、これは先ほどの水位的トーナメントの場合と同じです。X、Y、Z があったらその中央値を取ってきます。で、この中央値って言ってるのは、この先ほどのこの頂点のこの番号に関する、この頂点の番号に関する中央値です。で、それを取っています。まず、これが、順当傾斜度であるということを証明しましょう。で、そのために、この、あ、そうか。で、今考えている道の向き付けのことを H と確認します。それは、前の言ったんですね。これです。考える道の向き付けを H とします。すいません。ちゃんと言ってなかったですね。はい。で、H の3乗から H への写像を考えているんですけども、じゃこれが順当傾斜度であることを言うために、まずこの H の3乗の項を取っていきます。x1y1。まあ、これは先ほどの時と、水域トーナメントのと同じですね。で、そうすると、この3乗の定義から、x1x2 や y1y2 や z1z2 っていうのは h のことだということがわかります。で、今ですね、一般性を失わずに構成できます、ね。今、まあ、これはその、どの順番で出てくるようが、まあ、構わないので、x1 の方、1の方の、それじゃこういうふうな順番になっていると仮定します。まあ、だから他の場合も同じような。形で証明できるようにこうします。で、そうすると、x1y1z1 の中央値というのは y1 になります。
だから F によって X1 倍 Z1 が移る積は Y1 になります。はい。じゃあこの時、じゃあ X2 倍に Z2 を移す積はどうなるでしょうっていうのを考えます。で、そうすると、これややこしいんですね。先ほどですね、水滴トーナメントの場合には、小さな数字から大きな数字の方に必ず個があるっていうふうに言っていたんですけども、今この、道の向き付けの場合には、大きな数字から小さな数字の方に、個が向き付けられていることがあり得るわけです。だから、何が起こり得るかっていうと、この代償関係が逆転する可能性があるわけですね。何を言ってるかっていうと、今で出したから、私がじゃあ今から示したいことをちゃんと言います。この時、何を示したいかっていうと、X2 と Y2 と Z2 が、この対象関係を、満たすってことを言いたいです。で、何がややこしいかっていうと、この Z1 と Z2 を比べたら、Z2 の方が小さい場合があるわけです。まあ、こんな感じですね。Z の方が小さい場合があるわけです。で、そうする、で、Y1 と Y2 を比べたら Y2 の方が大きい場合があるわけです。で、そうすると、Y1 と Z1 の間にこのような代償関係があるからといって、Z2 が Z1 よりも小さくなって、Y2 が Y1 よりも大きくなると、その数直線上でですね、X、数直線的には、X1、Y1、Z1 がこの順で並んでるんだけども、Y2は Y1 よりも右にあって、Z2 が Z1 よりも下にあるとすると、もしかしたら、X2 と、Y2 と Z2 を並べたら、X2 はここら辺で、Z2 はここら辺で、Y2 はここら辺ってことが起き得るかもしれないわけです。で、そうすると、この場合は、中央値が Z2 になってしまって、ちょっと困るんですね、後の話。困るってのは、これこういうふうにならなくなるんです。ならなくなります。だけども実際はこれが起きませんよってことを今から言います。ちょっとややこしいですね。実際はこれはこういうことは起きませんよ。起きませんよということを言います。あ、上は起きるんだけど、下は起きません。下は起きません。で、なぜかというと、このように入れ替わるってことがあるときには、何が起きてるかっていうと、Z2 は、Z1 より小さいんだけども、小さい、差分っていうのは1しかないわけです。この場合、その Z2 っていうのは Z1 マイナス1になってます。その、個は1つ分ずつしか進まないから、言ったりします。で、Y2 の方はどうなったかっていうと、Y1 の右にあるってことは、これは Y1 プラス1になってたんです。Y2 っていうのは。そうすると、これグラフの中ではどういうことになってるかっていうと、これ飛び越してるんで、Z2 がここにあって、Y2 がここにあって、こんな形になったわけです。で、だから、その前の状況を書くと、ちょっと図が悪いですけども、Y1 が、これちょっと図が小さいですかね。図は見えますか？ちょっと小さな図を書いていけないと思いますけど、図は見えますでしょうか？いいですか？すいません。こういう図はちゃんと前もって書いておいた方がよかったんですけども、Y1 がここにあって、Z1 がここにあって、その一つ左が Z2 になっていて、あ、Z1 の一つ左が Z2 になっていて、Y1 の一つ右が Y2 になっているという形で、まあ、動くと。この動きですね。この動きはこういう形になっているということになるわけです。で、そうすると何がわかるかっていうと、今ですね、もともと Y1 倍には個であって、Z1 も個なわけです。で、そうすると、このグラフを見てみると、Y1 から右に向かって個がないと、この Y1、Y2 が個であるという状況が満たされません。で、一方で Z1、Z2 も個であるので、この Z1 から左に向かっていくこういう個もあるわけです。で、そうすると、これは何を言ってるかっていうと、この Y1 と Z1 の間にあった、向きをつける前の道における辺が、向きをつけたことによって、両向きに向きつけられたことになります。で、これは向きつけでは許されないんです。だから、こういう状況は起きないということがわかります。つまり、このように、ここに書いたように、代償関係が入れ替わるということは起き得ないということがわかります。で、これは今、Y1Z1 の間で言いましたけども、X1Y1 の間でもそうですし、X1Z1 の間でもそうです。ということなので、
この X2Y2Z2 の外相関係は X1YZ2 の外相関係と同じになります。ここまでいいでしょうか。まあ、それもちょっとイメージ図はここに書いたんだけども、この図で説明することを今やめたので、こっちで新たに図を書いてしまったんですけども、まあ、こんな形になって、いずれにせよ、X2YZ2 の座標関係はこうなります。ってことは、X2YZ2 の中央値は Y になります。ですか？だから、FX1YZ1 は Y1 であって、FX2YZ2 には Y2 であって、Y1Y2 っていうのは元々の個ですから、つまり、この F で移した先っていうのも H の子になるという形になって、この F というのは順動計算図を作っているということがわかります。ここまでいいでしょうか？いいですか？そうすると、あとは多数決っていう性質を持っているかどうかってことを確かめる必要がありますけども、それは中央値であるという性質が先ほどの推理的トーナメントのことと同じように言えます。つまり、まあ、中央値、XXY の中央値。XYX の中央値、YXX の中央値見ると、それはどれも X になりますから、確かに多数決写像になりますということになって証明が終わるということになります。よろしいでしょうか？はい。で、このような形で、道の向け付けというのは必ず多数決多形写像を持つということになって、道の向け付けに対しては、それを H とすると、H 最色問題は、水整合性検査アルゴリズムによって多項式が見つけるということが分かるということになりました。はい。で、これで今日のお話終わりになります。で、今日はその多数決多数形写像っていうのを使って、この水整合性検査アルゴリズムで H 最色問題が解ける場合っていうのがどういう場合なのかってことをご紹介しました。で、これで、今日の授業が終わりであると同時に、この講義の、1学期間の授業も終わりになります。あとは、必須である、レポート2の提出の締め切りが来週になっていますので、それを忘れずに提出してください。はい。それで、じゃあ、今日の授業は終わりになります。ちょっと、手元で、今日の、コメント出していただくフォームのちょっとリンクを、チャットの方にちょっと今日は貼れないので、皆さんすいませんが、Google Classroom の方から辿っていただいて、コメントの方、最後になりますので、お待ちしてます。ちゃんと出して終わりにしてください。では、今日の授業はこれで終わりになります。1学期間ありがとうございました。終わりになります。